はい、というわけで始まりました将軍の10分一本勝負パチンコ筋肉マン夢の超人タッグ編でございます。現在どうなってるのか分かんないですけども早速始めていきましょう。なんせですね時間が決まってるみたいなんで友情火事場タイム終了までっていうのがね2分ぐらい1分何秒なんですけどこれ何があるんですかね。時間が制限されてるってことはそんな大したことじゃないですよね。これもしかしたら AKB のあれみたいなものなのかな、あの歌。まあこの回でね判別すると思うんですけど第3回ですか。もうちょっといいこと書いてくんねえかな。画面ちっちゃくなってるしね。これで発生すればいいの？火事場のクソ力が回んねえしさ。ということはこれは前代出るのかな、もしかして。どうなんでしょうか。これ過度な期待したんかな。で回んねえしね。回んないですよ。お、必ず勝ってやる。赤ですよ。でも掘り玉ないんだよね。さあ8。まあでも最近は疑似練しないとね。お、なに、マッソ、マッソ来たよ。おかっこいい。2000万パーズ。今なんかゼブラっぽく見たけど違うんだね。違うんだね。違うんだよ。過度な期待だよそれは。うん、歌終わっちゃったよ。歌終わっちゃったよ。お、マッソ、マッソ来たよ。これはでも、お、なんだ、お、熱い、赤。ダイナマイ、ダイナマイ来たよ。何やってんだ、ミート君。さあ、来たんじゃない？ダイナマイ、ダイナマイって何の歌なんでしょうか。お、なんだ、緑か。お、2000万パーズ対ヘルミッシュネルズ。これもねかっこいいんですよね。でもロングホントレインってよくやったんですけどね。モンゴルマン先生来たよ。完全に2000万パーズ勝てば俺でしょう。ネプチューンマンよ。私なんで2000万パーズ呼ばれてるか。いくぞ、バッファローマンの1000万パワープラス私の千万の技来い。だからなんだっていうね。だからなの、ゴーゴー。結局ねあれも終わり、なんとかタイムも終わり、通常に戻ったわけですけども、これ3回目だよね。ここは私に任せろ。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。お、あ、これ友情のあれか、友情の人形かな。お、なんかみんな友情封印、封印しろ。封印した方がいいのかな。蘇りますね、いろんなこう名場面というかさ。画面が揺れんの酔うんだけどさ。なにまたスクリューキットかよ。ケンダマンと本当仲良くしとかないとダメだよね。喧嘩したらもう最悪だよね。さあ最近ねこのパチンコのねこっちの方のゲームのあれ調子悪いですからね。カジオブーストレベル2、レベル2らしいですよ。お、契約書だけか、契約書だけ持ってきたのか。
まあ、ペンタゴンはね初登場時そんな強くなかったんですけど逆でしたよね。2回目の登場がまさかあると思わなかったんですけど、ペンタゴンはね目の前になんか蚊みたいなのが飛んでたんで、2回目の登場の方がね強かったですよね。このタッグ編の時のね、ある意味最強だと思うんですけどね、うん、ブラックホールとペンタゴンはね。いやいいから、俺の張り手を食らえじゃねえよお前。さあなかなか当たんないでござんすな。これは前みたいにあれないんだね。これ何なんですかね、横になったり見にくい。あ、2敗目になっちゃうのかな。最近一発でクリアしてきたからね。っていうのが多かったからね、一発も多かったんだけど、これも字が黒だからダメなのかな、背景が白とか。派手なんだけどね、火事。火事って書いてありましたね。お、マッソマッソ、マッスルチェンジ。おい、ダイナマイ来たよ。ミート君帰って。青じゃないよ。どこ投げてんだよ。火事場の。ブースト3だって。あ、何この歌。マスル2じゃん、ブースト3って書いてあるけど。これ何なんだこのリーチ。お、来たよ。契約書だけかよ、またアシュラマン。もうちょっと押せよ。またレベル戻ったんですか。何これ、グレート、グレート来てる。お、金網、金網ってん、金網って2000万パーズと、え、ヘルミッショネレズやったっけ。2000万パーズのような気がするんだよな、金網マッチやったの。あのゆで卵先生ってどうなんすかね、その当時先のこと考えて書いてたんすかね。なんか流れの赴くままに好きなように書いてたと思うんですよね、ゆで卵先生。好きですけど、なんか、財安署、総長？お、赤じゃん、チャンスだぞ。筋肉マン来た。これ、リーチになったらダメじゃん。またマスト来い。違うよ。違うって。友情、マッソ。こういう時にマッソ来んとさ、オクラホマ行っちゃったよ。あ、なんとか、財安総長だから、またこのリーチか。止まってみろ。蜂強えな、蜂。使いこなすのは難しいズラ。ズラを使うのも難しいズラね。俺光ってんだけどな。関係ないんだよね。あんまさ。ハナディアンマン。ウォーズマン。なんだこれ。最初に肉チャンスあったのにね。さあ、どう見てもノーマルリーチっぽいですね。
さあ時間もなくなってきました。ああ壊れたし、あ終了。お友情封印、いい加減封印しろ。ああ封印すろよ、封印すろよということで、まだ保留玉全部残ってますからね。当たんねえな、難しいもんですね。気分がね乗って、おおネプチューンキング、もうちょっといい扱いしてもいいんじゃないかな。ネプチューンキングさ、おパルスペシャル、皆さんね筋肉マン世代のね方々もう結構いい年になられてると思うんですけどもね、学校とかでどんな技をかけましたか、どんな技をかけられましたか。というわけで次回4戦目頑張りたいと思います。というわけで将軍でした。バイバイ。